本日は特別ゲスト初登場、初対面でまさかの無茶ぶり。はい、どうも翔平 TV です。本日は、愛知県の安城市に来ております。こちらは、KB スポーツさんというところで、KB スポーツといえばソフトボールの、ピッチャー小海くんが、どうもお願いします。お願いします。初めましてなんですけど、はい、実は小海くん、あ、そうですね、ようですよね、はい、先日グローブを買ったんですけども、はい、なるほど、はい、この紐をちょっと変えてほしくて、はいはい、時間がちょっとあんまないんですけど、この紐を変えていただきたいと思います。あ、了解です。わかりました。はい、お願いします。はい、で一応グローブはこちらシュアプレイのピッチャー用ですね。はい、こちらを赤で、赤で、紐を赤で、はい、了解です。わかりました。いつもは何分ぐらいで、総外ですもんね。はい、でも40分あれば、まあ30分40分ぐらいあれば、さあ、行くぞ。まずちょっと紐切らなきゃいけないんで、はい、僕のやり方というか単に何だろうね、失敗するのが怖いので、うん、切っていく場所と切らない場所とあるんですけど、ウェブ周りはとりあえず切らないようにしてます。はい、で指の先、指先はもうこの時にもう切っていっちゃいます。自分グローブ全く分かんなくて。あ、マジっすか。初めて見てます今。あ、そうなんですね。すげー。この辺の紐を取り出してしまって、ペランペランにしないとちょっとやっていきづらいので、ちなみに切る前にもある程度あの前の方っていうのを覚えておかないといけないので。あ、そうですか。はい、なんで結構なんか忘れちゃったりするしてると、なんか紐通しした後に全く別のグラブみたいな感じになっちゃうんで、それを嫌がるお客さんもいて。紐を通す場所によっても形は変わるんですか。通す場所、もちろん通す場所を間違えちゃうと、うん、もう全然形は変わっちゃうんですけど、あの変なところにシワが寄ったりとかしちゃうんですけど、はい、まあ、よっぽどプロだったらそんなことはないんで、通し方ですね、通し方がなんか悪かったりすると、はい、結構ぐちゃぐちゃに、はい、なんかあれちょっと違和感あるなみたいなグラブになっちゃったりはしますね。先日購入した田口スポーツさんで買ったグローブが今このような状態に。今冷静になったらスポーツさんにやってもらえばよかったんじゃないか。いや、もうあの時間が遅かったんで夜中だったんですよ。なるほどなるほど。でお願いしますって言ったら、もう眠いねみたいな。あ、なるほど。はい、寝るわとか言いながら大井くんに付き合わされてました。で一応、はい、これでウェブ周り以外はもう全部抜けた感じですね。おー、この状態からもうあらかじめ長さを調整して、はい、この場合こう腕で長さ調整するんですけど、はい、調整した紐をもう準備しておいたので、はい、これをガンガン通していきたいと思います。はい、はい、ちなみにこのお仕事やられて何年ぐらい。僕は、はい、そうですね、この仕事を丸々3年ですね。あ、3年、はい、なので、うん、まだ全然浅いので、あ、はい、あの片付けとかもそうですね、まあ、僕読みも結構するんですけど、はい、最初はもう手探り状態でしたね、完全に。で自分のグラフも何個もダメにして。あ、そうなんですか。はい、やったりしました。今これで2本目から読みました。ちなみにあのこのグローブを買って経緯なんですけど、はい、あのトータさんにグローブを選んでもらおうと思って、まあ、動画を回して、はいはい、赤で小ぶりで固めのグローブが欲しいですって言った結果、はい、こうなりました。なんで黒なんですか。こうなりました。結果そ、ね、なんかそうですね、赤を探したんですけど、やっぱ大きいとか、あ、なるほど、ちょっとペラペラとかが多くて小ぶりではなかった。そうです、そうです。はまるやつがなかった。はまるなくて、で色は違うんだけどこれどうっていうふうにトータさんに言われて、はい、
入れたら手入れたらあこれいいかもしれないですと。例えば僕アクティブの宣伝隊長っぽくなってるんですよ実は。ああそうですよね、よく聞きますよね。はい、実際どうですか売れ行き的には。あ、いいと思いますよ。アクティブのさんは結構注文も入りますし。あ、そうなんですか。はい、発送したりだとか。今回 T シャツとか出るじゃないですか。はいはいはい、あれとかもう予約入ってるとか。あ、そうなんですか。しますね。ただ着やすいですもんね、あれも。そうですね。翔平さんは YouTube 始められてどのぐらい経つんですか。自分もうすぐ3年、はい、今3年目ぐらいですかね、多分。フル株ですね。いや、全然全然。きっかけがやっぱ向こうさんなんで。あ、向こうずからって感じですか。向こうず発足が多分僕と向こうさんと多いくんで、はい、あの第1回始めたっていう。あ、なるほど。そこにはあの平谷さんも来てたりしてみたいな。初期メンバーみたいな。そうですね。まあ元々はあのゴリスポくんっているじゃないですか。はい、彼と大井くんと向こうさんで、野球イベントを品川のはいはい、グラウンドでやろうっていう話をされてて、はい、まあ内野手内野手外野手ってことでピッチャーがいないね、ピッチャーでこう指導できる人がいないねって話になって、はい、たまたまその時向こうさんとちょうど知り合ってて、はい、まあ、ピッチャーとしてちょっと向こうさんにはなんかちょっと来てほしいと言われて、4人のグループラインがあってそこでこう計画してたんですけど、そこからなんかその予定してた日がまあ空いてて、おいくんも空いててちょっと都内でちょっと会えませんかっていう話になって、初めて代々木公園でキャッチボールをする動画をおいくん撮りました。ああ、それがきっかけ。それがきっかけですね。おいくんとはうち泊まり来たり、狭山のバス線あるじゃないですか。ああ、ありますね、はい、あれもうちのそばなんですよ。ボイ君が守備まあ好きだしちょっと行ってみるって言って、延々撮ってたやつですね。そうです、そうです。ちなみに今もう、はい、これであとウェブだけやって終わりですね。あ、本当ですか。はい、今20分です。まだめちゃめちゃ早い。お腹痛そうですね。で、あとウェブもやって終わりなので、あ、ウェブは最後に。そうですね、形がやっぱり全くなくなっちゃうと、はい、やりづらい。この場合はあんまり見ないですか。こういうの全然見ないです。本当によくスポーツ屋にこうお願いするときとかは、はい、じゃあ明日来てねみたいな感じでこうやっとくから来てねってやって、できてるのをもらって取りに行くみたいな感じなんで。なるほど。実際にこうやられてるところをこう見ることはない。見ることはないですね。今モンタナさんに見せてもらいましょうそうですね、そうですねいつやってんですかねまあ大体夜やること多いですよね。閉店後とかにやっぱり客もあったりするんで。あ、そうですよね。閉店後とかにやられてることとかも多いと思うんで。そうですね。ちょっと紐が足りないので、はい、ちょっと紐を。めちゃめちゃかっこいいじゃないですか。かっこいいですね。かっこいいですねめっちゃかっこいいじゃないですか。黒赤はお会いしてすぐ思ったのはやっぱ体でかいなっていう。いや、翔平さんもでかいですよ。いや、俺は全然もう先入観で、いや、大井くんに似てるっていう風に聞いてたんで多分大井くんと同じぐらいの背丈とか体格なのかなっていう印象。まあ、動画見てるとやっぱ動画だと分かんないですよね。そうなの、分かんないんで、はい、確かに実際会うとなんか体でかいなんて言われることはありますね。胸板も結構なんか厚いし、はい、腕も結構そこ腕は太いの右手だけなんですよ。あ、そうなんですか。右手しか太くないんですよ。左はマジで細くてもう全然もうちょろちょろです。左はいや全然。あ、確かにでもそんな感じ。右はもうこんな感じですね。あ、やばいですやばいです。右は大きいんですけど、はい、左は全然ですね。そうなんですか。はい、なんか悪いですよ、ね、僕もまあそんなもんです。あ、ピッチャーやってるとやっぱそうなりますよね。なります、なります。はい、帰ってきましたね。これで完成ですね。これ終わりました。一応終わりました。はい、じゃあ終わりました。すげー、はい、すごいっすね、はい、おお。よし、何分ですか。これ30分ですね。今29分44で、マッチですね、最速、はい、こんな感じで。おお、はい、映えそうですね。確かにかっこいいですね、黒赤やっぱり。うん、こんな感じです。ドタハヌの言った通りです。はい、というわけで約30分しないぐらいでやっていただきました。うん、どうですか。一気に変わりましたね。変わりましたね。めっちゃかっこよくないですか。かっこいいです、かっこいいです。えぐくないですか、これ。黒赤えぐいし、
しかもめちゃめちゃ早かったし、話しかけてるのに申し訳ないぐらい全然全然ふわーって言ってて、全然普段その30分も、まあ、そうですね、まあ、お客さんのやつをやるときはやっぱりもうちょっと時間をかけてとかやるんですけど、はい、今回タイムが時間がやばいってことだったんで、はい、頑張りました。はい、マジでありがとうございます。あ、こちらこそ、ありがとうございます。すいません、はい、これもなんか、あ、そうです、これはほどけないようにっていうことですね。あ、そういう、閉まってるっていう。あ、小学生の子とかだとほどけちゃうと結べない子が多いんで。あ、はい、そうです。小学生じゃないです。小学生と思われてます。はい、というわけで今回はこちらのグローブを小林くんに紐を交換してもらいました。はい、本当にかっこいいんで今後試合で、使っていきたいと思います。はい、KB スポーツ小林さんの YouTube のチャンネルの、リンクは下の概要欄に貼っておりますので、そちらをご覧ください。はい、というわけで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。本日のご視聴ありがとうございました。もしこの動画がいいと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやっておりますのでフォローの方よろしくお願いします。今後動画でやってほしいことがあればコメントにどんどん書いていってください。お願いします。また見てねー。